およそ1世紀も時代を遡る1924年に創立、大排気量で高性能、高品質を謳い、当時日本のライダーたちから憧憬の念を集めたメグロ。東京目黒の地名からその名を取った目黒製作所は、スポーツバイクブランドとして公道だけでなく日本国内のレースでもトップを走り続けた名門であった。第二次世界大戦後、市場が頑丈なコミューターを求めた時代においてさえ、かたくなに大排気量スポーツバイクの可能性を追求した目黒。新興メーカーの小型車構成に苦戦する中、スポーツバイクの名門目黒に手を差し伸べたメーカーがあった。川崎航空機工業である。1922年から多数の航空機を開発し、名機三式戦闘機飛燕ほかを製造。大空を自在に舞う究極の操縦性とスピードを追求した川崎航空機の技術者たちは、第二次世界大戦後オートバイ産業へと転身、その理念を追求していた。1960年に目黒と提携した川崎航空機は、目黒の機関スタミナ K1 を再設計し、川崎目黒 K2 としてリリース。4ストローク大型スポーツバイクの世界戦略車 W1 を生み出し、後の名車900スーパー4、通称 Z1 につながっていくことになるのだった。志を同じくした陸の名門と大空の覇者が対抗し、地上に航空機が持つ自在な操縦性と極限の高速度を実現したのだった。川崎モーターサイクルに今も流れるライデオロジーの理念、それは大空を舞う航空機の究極と、日本最長の歴史を持つスポーツバイクメーカーの伝統が結晶したものなのである。